にちは、ゆうです。パートナーのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。今日、無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。今日は、バーテンダークロードちゃうわ。前回の動画見てくださった方はご存知だと思うんですけど、こちらね、かわいいね、黒飛び、なんてっけ。黒飛び猫か。はい、黒飛び猫が出たんで、早速使ってみた動画をずっと撮ってたんですけど、まあ、15にね、クエスト15。その時の挨拶を再現すると、新まんじゅう行こうかなと思ったんですけど、せっかく9月も月変わったということで、15最難関団長行きましょうかっていうのがあったんですけど、どうもね、ちょっとこの僕のまだね、団長把握能力とか、はい、いろいろルーレットとかね、いろいろ足りない部分があって、ちょっとコマで、はい、コマっていうか、その手持ちか、はい。なんで、ちょっとね、今ね、魔法石がね、これ15までいってるでしょ。14間違って入っちゃったんですよ、さっきね。15曲げてるでしょ。ボスで曲げちゃったんですよね。ボスで曲げちゃったんで、14クリアして、もうワン猫、狙ってガチャ引きたいと思うんで、ちょ、14まずは、14で一旦僕の今、しっくりきてる、その、猫黒飛び編成をちょっとご紹介したいと思うんで、動画撮っていきたいと思います。それでは、バーティーご紹介します。はい、こちらですね。猫&ナッツルですね。なんかね、ちょっとこれが僕的に個人的にしっくりきたんですよ。僕的に個人的にしっくりきたって、なんか、ちょっとなんか変な歌詞、なんか曲名みたいです。はい。それではご紹介しましょう。リーダーの黒飛び猫に、リーダーチェーン体制付けしている2つ、ハローサンシャイン、こんにちは、ハローキティですね。で、変身時に3ターン、この、覚醒向こう全回復と3ターンの間、盤面が7、6マス、自分の、ね、3ターンヘイストってなっております。で、変身後がほぼほぼもう普通の黒飛びと同じスキルで、で、リーダースキルが水闇回復の4個へ疾風につき攻撃力が2倍と。はい。で、固定200万ダメージ。これはね、水の4個、闇の4個、回復の4個、1個につき200万ダメージなんで、例えばその水闇回復を3つ4でするとすると、固定600万ダメージというふうにね、2乗じゃ2倍になっていくんですね。で、これドラゴンタイプの全パラメータが5倍と、になっておりますと。はい。それで、今回はね、先に助っ人から説明しましょうか。はい。甘がみしで、ナッツル&ミディアですね、ブライダル。で、これがずっと潜在8枠にならんか待ってたのが、その月支援もつけたかったんですよね。で、あとは、しかもちょうどいいタイミングで出てきてくれて、猫がね、はい。で、バインド耐性にスキルプラスにスキルチェーン2つと、ドラゴンタイプに倍率がかかるんで、ドラゴンタイプ付与するために、キーボードの、ミルつけてますと。で、こちらはね、なんで、ナツルかというと、ブライダル、操作時間が12秒固定なんですよね。で、黒飛びだと、黒飛びのリーダースキルは、黒飛びと黒飛びと合わせると、コンボ数的には、出しが増えるんですよ。でも指奪われるとちょっとね、きついんですよね。なんかね、指奪われるときついし、僕、指がどうしても短い編成になりがちなんですよね、黒飛び編成って。じゃあもう12秒で縛って、で、水回復、猫黒飛びの条件に、軽減条件っていうのはないんで、で、こっちのナツルは水回復だけ消したら 77% 軽減で攻撃力は38倍って、ちょっとね、無限倍率じゃないんですけどね、有限なんですけどね。で、3コンボ加算って確実に加算してくれて。で、固定500万ダメージって確実にしてくれるんで、じゃあちょっと安定して軽減も晴れて、まあ、コンスタントに生き残れるような、感じでいこうかなと思って今回はこういう組み合わせにしております。サブの黒飛びですね、スキルチェーン2つに、カムキラー3つ、これがブライダル、パネラーやったっけ、はい、それつけてますね。変身後が2ターン変身とで、変身2個はこんな感じですね。で、こちらほらリーダースキルが1.5 倍で1コム加算ずつされていくんですけど、まあ、軽減バイトもそんなに変わらないということで、まあ、これでいいかなと、はい、いうことです。で、こっちは軽減マークにブルッカーですね。ブルッカーにアシストの光線材にスキルチェーン2つ、あとコレキナがマキマさん武器ですね。これでドグと、お邪魔と補っております。あとは変身時にターンヘイストと、あとはこの76にしつつ、半減ですね。軽減マークですね。あとはチーム HP3 つ持ってんのが、クロトビー猫が全パラ強化なんで、チーム HP めちゃめちゃでかいんで、なんというかその恩恵が。で、それでつけてる感じです。それで入れてる感じですね。大吟醸と迷ったんですけどね。こっちの方がいいかなと思ってます。で、こちらがイベルカーナですね。イベルカーナに全パラ強化。で、上限解放にスキルチェーン2つ。で、電流を通して起動が死柄木武器ですね。
どうしてもね、昆布加算が有限である以上、その4こげしで倍率出していこうと思うと、盤面的にね、9コンボが限界とか、僕のパズル力が甘いっていうのもあるんですけど、それで9コンボになって10コンボが火力ソースになってるキャラが多いんで、そこにこのイベルカードのスキルが9ターン内で回復力を自分と水属性の攻撃が3倍と、あと3ターン内で6コンボ加算水ロップが落ちやすくなると、これ落ちコンボ狙いやすくなるし、あとコンボ加算こう確実に決めたい時とかにそのコンボ加算イベルカードを使ってあげて、まあ、3ターンだけなんですけど確実に攻撃10コンボ決めれるとかね。あとエイハンもかけれるんで、まあ、その倍率も多少パズル4消しミスってのをちょっと火力補えるような、そんな感じのサポート役になるかなと思って入れてます。冬も持ってますしね。あと全パラ強化にすることによって、彼のステータスもめちゃめちゃ漏れてるんで、おすすめかなと。で、こちらがもう水パーではね、ちょっと入ってきますよね、やっぱり。ラクスクラインですね。で、中学生全パラ強化にスキルチェーン2つ、スキルプラスに、あとはスターレコード。これもドラゴンタイプをするために、エノーラ武器がまだまとめてね、入れてますね。これが泥強とかになったり、あとは2ターンヘイストですね、最初の変身に必要な。で、バッチが HP プラスです。はい、それでは、9月のゲストレベル14行って、魔法石ちょっと、魔法石ちょっとゲットしてガチャね、サクッと回して終わりましょうか。終われたらいけない。それでは、最後に。負ける前提で、行くやつがどこにおるっていう話だね。できるよね。負ける前提とか言っといて、録画ボタン押せてへんかったら、やばいって。声枯れてるんですよね。なんかね、寒暖されて、ちょっと喉もやられて。はい。これでラックス使いますと。はい。はい、黒飛びが。昨日僕、キリステル出たんですけど、キリステルなんですかこれ。夏使って。はい。で、黒飛び使って、で、ブルッカも使って。で、ラックスも使っといて、一応。で、ここで死柄木武器使いまして、で、ナッツル使っといて、で、黒トイモ使っといて、で、最後に猫変身と、いて。よし、これで、待って、回復4が上でしょかなってところ。で、これがいいとこが、ほんまにね、もう、水回復だけで倍増するっていう。で、あとは、猫が無効貫通要因なんで、はい。で、猫が溜まるまで、ちょっと痛い、みたいなとこあるんですけど。でね、ちょっとね、猫が欲しいんですよね。無効貫通がね、やっぱループできんと、ちょっとね、脆いっていうか、イベルカーナで、決め切りたいときに、なんか、のね、もう、クエスト15クリアされた方とか、ご存知だと思いますが、軽減とか来るわけですよ。あとルーレットが来たり。それがちょっと鬱陶しいんで、やっぱ無効貫通もループしたいなと。フレンドさんにお借りしたいだけなんですけどね。打ち込みなしにしていくやろう。フィルカがなんか後にいたんか。じゃあここもし決めたらラッキー程度で。マジでね、12秒固定ってのはね、黒飛び結構使ってあった方だったらね、ご存知かもしれないですけど、黒飛びで指伸ばすってめっちゃ難しいんですよ。なんかね、ああ、上めっちゃ小焦げしになってるし。あぶねえなどっから声出してんねんと。はい。お邪魔は登ってね。あぶねえ、で、これ使いまして、待って。なんか中途半端に、止めな？怖いから。10個も決めんとこ。双剣舞。で、ここでイベルカーナ使ってまして、違うパターンのエフェクトっすよね、これなんか。よし、これで。ここでね、こういうね、無効貫通とか、後で出てくるかもしれないんですけど、
属性吸収とか属性吸収、ダメージ吸収とかさを確実に決めたいときにこれ、ね、落ち込んだ人かなと思う。どうしようもないんで、あの盤面があって1体しかいいんじゃん。まあ、2体ではね、このイベルカーナで補う人もないんですけどね。昼女神様、はい、はい、OKOKOK 耐えれた。あー、ルーレットやばいな、これどうしようかな。とりあえず経験あるか。次もルーレットするかな。一応夏で使っとくか、もうね、黒飛び使っといて、多分ね、これいけると思うんですけどね。別に闇を消さなくてもいい理由にはなんないんで。 OKOK、 ロック解除できたよ。4勝ちだったらボーナスよ。よし、OK。 で、3フロアが、あ、ギャルやか。ギャルギャルはね、これね、どうしようかな。熟成する前やからな。回復維持で耐えれるんですよね、これ。そして、ここか。よし、これで、はい。オッケー。どうかな、これ見てちょっと回復エージで耐えそうか。あ、回復エージないと無理ですね、これ。よかったよかった。多分ラックス使ったら耐えれるかな。まあいいか、回復エージで。別にそんなタイムアタックをしてるわけではないので、タイムアタックっぽいですけどね。なんか一応時間制限があるんですよね。こういう時、こういう時、こういう時、こういう時からね、ほんまどうしてもね、盤面的にもうない時があるので。で、猫をどうしようかな。ナツルを多分吸収するかな。ナツルをオンしようか。で、これナツルだけでいけるんですよね。で、こうか。ちょっと待って、こうか。さすがに下手くそすぎるやろ。金がもうあとちょっとやねんけどな。よし、でも回復エルジリしつつやっぱむずいな。こういう時にね、イベルカーナが早く来てくれるとね、早く来てくれイベルカーナっていう感じなんですけどね。まあドラゴンボールでもね、間に合わなかったんでね。ちょっと待って、そんなしょうもないこと言ってたから、ちょっと待って。よし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 、ちゃうねん、はい。で、ブルック使って、で、これをで、ラックスどうしようかな。ラックス使っとくか、なんか次覚醒のことが来たら怖いんで、ね、ここは自力で行くと、はい。こうラックスが結構ね、こう覚醒の方来たらちょっときついんですけど、結構エノーラが軽めの76番目にしてくれるフェイスト武器で、重たついったらね、重たつくことが多いんですよ、本当に。囲碁貫通とかしくるとね、なんでその時に溜まってくれるんで、めっちゃいいんですよね。で、ここで使っていて、で、これで、イベルクアーナスト。よし。水インハンもかかってるんで、普通に見せてるよこれ。あ、ちょっと待って、だいぶ見せ、あ、ちょっと待って、持ってると思ってた色間違ったんか。やばいなこれ。よかった、イベルクアーナインハン、サンキュー。じゃあ、あー、来たか。あれでしょ、早くついたな、全かったやつでしょ。3ターンか。回復力を、
これを確かあれですよね、回復ユージは意味あるんですよね、なかったっけ、やばいかなこれ、だから全パラアップしてるんでワンチャン、よしよしよし、オッケー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 、でこれをブルーッと使って黒飛び使っといて、ここ溜まって持てんの、いや溜まってんか、これ使って祭り使って最後に黒飛びのハローサンシャインハローサンシャインちゃう、こんにちはハロー使って、今あれかあれか、あれ以前か、何だっけ、誰だっけ、これイベルカーナか、よしイベルカーナ聞いてる間にこれ行って、回復多すぎるわオッケーオッケーオッケー、ただね物質吸収も効いてるし、ハム効いてる、マジか、つーかあれか、いい光やったら別に関係ないか、そんな何を焦っとった、よし、ほぼほぼ水パやん。よしよし。よし。あ、ちょっと待って、なんで水飲んでしずらしちゃったん、やばいやばい、それやばい、それやばい、それやばい。ストップ。待ってらっし。ねえ。で、猫使って。あ、いい猫、ちょっと慎重に行こう。なんでこれそんな硬くないんで、これでこうでこうして、これ普通にこうやって組んだ方が、サン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 、よし、これでいけるんちゃうかな、どういうけど、よしよし、でこうでシューフウルトナー、ウルトナー、ウルトラちゃん、シウルちゃんね、シウルちゃんね、やばい、はいはい、うんね、これ使っといて、ね、できるかな、これ今月のクエストむずないっすか、僕がちょっとわざと自分でハードル上げてるだけかもしれないですけど、よし、どっか取りに来ないんで、で、ここで、とりあえず、ちょっと待って、ブルッカ使っとくか、ブルッカ使っといて、で、ここで吸収使っといて、で、イベルカーナ使っといて、イベルカーナいらんかったか、まあまあ、ええか。すいません、ごめん。なんか喉になんか突っかえてるんですよね、ほんま。あれじゃないですか、ちょっと寒暖差でね、僕、鼻もやられるし、喉もやられるし、弱、よし、オッケー、よし、はい、オッケー、これでできたでしょ、よし、はい、あのね、ボスで風神か、ここ溜め直さなあかんのか、今のターンと溜め直しますね、オッケー、イベルカーナが6ターンなんで最悪あれか、間に合うと、ここ普通にグランエルブでよかったかな、でもクエスト15ね、なんか編成でボッツにしようかなと思ったやつをそのまま使っちゃったんで、ちょっとね14向きじゃなかったですね、まあいいでしょ、これで、まあ、こんな使い方もございますと、ね、いったご紹介になればなと、で最後に僕は足りない猫を補給できればそれで満足、よしきー、よしよしよし、お通りね、結構
三三やったらいいんかな。三三でやってみようか。三じゃなくて三飯の個数で。これね、ほんまね、バーテンダー食うときでめっちゃ痛感したんですけど、このダメージ調整を自分でできるのめちゃくちゃでかい。コンボ数とかじゃなくて倍率を調整できるのがめちゃくちゃでかくて。イベルカードのアップさんと同じ、まあ、確実に行きましょうか。ここは確実に行きましょう。よしよし、危ない危ない、確実に行きましょうってシチュエーション決めていいな。よしよしよし、はい、OK。 回復が切れるってことあんまないんですけどね。 OKOKOK、 いい感じに切れてますね。あ、これやったらいけるわ全然。よし、じゃあブレイクが使います。ですして、はい、なんかイベルカーナっていうので見せ場行きたかったんですけど、猫2枚いこうか。いや、あかんな、ちょっと猫2枚、いや、いこうか、猫2枚ちゃうわ、こっちはあの普通の人やから、普通の人やからなんか片言になってるんだし、で、思いだけでも力だけでもダメだわ、おっしゃっといて、はい、これでいいか。よしよし、10個もおいたし、はい、お疲れさん。結構難しかったよこれでいくのはい、お疲れさん。よし、ちょっと動画できますね。はい、ちょっと経験値はそんなでしたね、はい。ほなね、確かね、ここクエストあれか、これが、ここでもらえないと、あれ、これ、アップデート記念クエスト、あ、まだやってないんですね。これや、これや、これ、これでもらえるんで、これ一括受け取りしてあげて、そしたらこのメーターがなんか進んでいって、で、またもらえるのかな？ほい。で、これで、ユーザー情報、コミュニティ、村が配分、77、77はちょっと縁起がいいぞ。じゃあ、ガチャ引きます。よし。まあ、もちろんね、黒飛び狙いやったら、5連なんですけど。あ、今日のログインスタンプはね、ちなみにね、ショート動画しようかなと思ったんですけど、ちょっと間に合わなそうなんで、先にお伝えすると、バギーネコでした。一昔前の憧れ。一夏の憧れ。さあ、来ましたね、これ。これ、これ。ちゃう、これ、ちょっと待って、めっちゃ喜んでたけど、甘駒だ。ごめんなさい、ごめんなさい。言いません。甘妻が土ね。あ、ちょっと待って、アマツとか出てきたらちょっとまた変わってくるぞ、いろいろ。結構水でね、星、水属性で、強力なキャラ多いんで、カラ。ミラボレアス、ドラゴン。じゃあ、黒竜やった。勝手にレッドアイズ、ブラックメタルドラゴンみたいなの入れると思った。はい。はい。これだけなんか持ってたんですよね。なんか、アッシュ？あ、リオレウス、アッシュ。はいはい。結構いい引きしてる。玉詰め。ごめん、全然わからへん。結構昔からやるよね、この人。アルバトリオンの時持ってたんですよね。さあ、あー、ちょっと待って、ボックス開けてきて、今、開けてきます。はい。はっきり言ってね、クエスト15負けすぎて、声枯れてるし、はい。噛みまくります。はい。それでは、これで、出しましょう。猫のもう一匹。黒飛び。猫来い猫、ちょっと待って、これ覚醒ちゃう、マジで、マジで、なんでこんな好かれてんのこのアカウントだけ。いや、マジで、ネタバレという名の確定演出。いやー、はい。今回この辺でお開きにしたいと思います。リュウラスのみちゃん、ありがとうございました。無事にね、このアカウント、猫ループできそうです。はい。もうこの画面で終わりましょうか。はい。はい。今回のお相手は私、ゆうでございました。よかったら、動画の感想や、評価をよろしくお願いいたします。いやー、よかった。
った、マジでよかった。はい、なんて締めたっけ。あ、そうだ。はい、あのよろしければあのあと概要欄の、はい、なんか X とかそちらもチェックしてフォローしていただけると嬉しいございます。はい、それではもう今回はねもう大満足です僕。はい、もしよかったらチャンネル登録評価もよろしくお願いいたします。それでは終わりだ。私ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。